今回は前回に引き続き和製英語の一例を紹介します。Hey, Tom, I'm thinking I want to reform my house.Reforming a house?Reform my house.Do you know? Oh, you mean renovating a house?Okay.So、oh, I have to say I want to renovate my house.Yes. Wow! worries! you! No Thank という感じでリフォームという英語は現地では使われていません。でこのリフォームを使いたい時はリノベートがまあ正しい形になりますもっと詳しく知りたい方はこの日経新聞の日経プラスワンの方に3月20日付の土曜日の方ですねこちらになんかたくさんいっぱい載ってるので まあ、ぜひですねお金を出して買っていただければこんなのもあるんだっていうのがわかると思います。是非参考にしてみてください。